現状、ウクライナの前線の要因には、各国からの支援によるものが大きいよね。軍事大国である米英が、このウクライナ侵攻にウクライナ側に支援をしているしな。この結果すべての領域で西側諸国が勝っているのではと考えられるぜ。これだけ主要大国がウクライナに味方してたら、ウクライナとしても心強いだろうね。逆にロシアからすれば孤立無援って感じだもんな。そうだね。さて今回は、ロシア軍の苦戦や、ウクライナ軍の奮戦を支えるハイテク兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。イギリス国防省が2022年5月2日に公表した、ロシア軍がウクライナ侵略開始以来の被害の分析結果によると、ロシア軍が投入したとされている大隊戦術群120以上のうち4分の1以上の部隊が戦闘不能に近い状態になっているんだって。また、当初投入した部隊のおおむね3分の1が損耗したとの情報もあり、ウクライナ侵攻軍にもはや衝撃力は期待できないという見方が大勢だよ。ロシア陸軍における大隊戦術群とは、高水準の即応能力を保った諸兵科による連合機動部隊で、1個大隊戦術群は、防空部隊、砲兵部隊、工兵部隊、および後方支援部隊などが増強された、2から4個中隊で編成された機械化歩兵大隊で構成されるんだ。さらに、戦車中隊およびロケット砲部隊などが加えられ強化された部隊もあるぜ。大隊戦術群は2013年から2015年にかけて行われたロシアによる、ウクライナ軍事介入特にドンバス地方での戦闘において投入され主力としていたとされ、これらの大隊戦術群は、1個戦車中隊、3個機械化歩兵中隊、2個対戦車中隊、2または3個砲兵中隊、および2個防空中隊から構成されていたよ。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相によれば、2021年8月現在、ロシア陸軍ではおよそ170個大隊戦術群を有していたとされ、各大隊戦術群は約700人から1000人の将校及び兵士を有し、それぞれ20台の戦車と40台の歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が配備されるとしているみたい。ロシア陸軍がこの大隊戦術群を採用した経緯は、第一次及び第二次チェチェン戦争と2008年のジョージアとの戦争中に、旅団及び師団において人員と装備が不足したことに起因していて、その場しのぎとしてロシア陸軍で形成されたことが発端だったんだ。このジョージア戦争における大隊戦術群の急ごしらえに対する批判を受けて、ロシア国防省は2008年10月に定員と装備を充足させた常設即応旅団を創設することでロシア陸軍を再編すると発表したんだけど、2009年11月にセルジュコフ国防省が罷免されて、現在のショイグ国防省が就任した際に、守備旅団内に常設即応大隊戦術群を作ることが選択されたため、この常設即応旅団創設計画は見送られたよ。この大隊戦術群の利点は、異なる兵器体系を組み合わせていることによって、ここの組織レベルにおいて重火器による攻撃が戦術的に容易に選択できることにあり、例えばアメリカ陸軍の基本的な機動部隊である旅団戦闘団 BCT と対峙した際には、長射程の重火砲を持たない BCT を遠距離から攻撃しつつ有利に交戦することが可能とされているな。しかし、この大隊戦術群は、敵や戦軍に対して機動力と打撃力の優位を持って攻撃することは可能でも、陣地の占領や都市部における行動などでは、その歩兵人員の少なさゆえに不利な状況に立たされるという指摘もあったぜ。これは、大隊戦術群では歩兵の人員が約200名程度で BCT と比べて不足しており、側方や後方の安全を確保するためには、後方支援部隊や軍隊に代わる準軍事組織、例えばドンバス戦争における新ロシア武装民兵組織などの存在が必要不可欠とされているんだけど、これら準軍事組織と大隊戦術群の司令官との連絡には携帯電話などが使用されることが多く、それらに情報保全対策が施されていないことが問題視されていたよ。今回のウクライナ侵略ではロシア軍の将官級司令官が多数戦死していると伝えられているんだけど、この携帯電話のセキュリティ対策を実施せずに実戦で使用したため、司令官の居所が明らかにされて攻撃を受けたためではないかと見られているんだ。言ってしまえばロシアの慢心が招いた結果だよね。また、ロシアの法律によって徴兵による徴集兵がロシア国外において作戦行動を行うことは禁止されていて、ロシア国外での大隊戦術群は志願兵で編成されているはずなんだけど、ウクライナ国内に侵入したロシアの大隊戦術群の捕虜の中に、訓練すらまともに受けていない若年の徴集兵が多数存在していることが明らかになっていて、ロシア軍の人員不足が浮き彫りにされているよ。
今回のウクライナ侵略においては、この代替戦術群の欠点が露骨に現れていて、特に初期段階において首都キーウ周辺の空港を奪取するために投入した、精鋭中の精鋭である空挺部隊に多大な損害を被ったことで、このまま戦争が終結したとしてもロシア陸軍の再編には数年を要するであろうと見られているな。多大な被害が出てるもんね。以前のように編成するには時間がかかるのも当然かな。そうだね。ロシア陸軍は首都キーウ陥落を諦めて以来、代替戦術群を再編成した上でウクライナ東部2州の独立解放を目指して再配置して攻勢をかけているとされているんだけど、アメリカ国防総省やイギリス国防省、両国のメディアなどの情報によれば、ドンバス地方など東部戦線は膠着状態にあるとの見方が示されているよ。アメリカ、イギリスの情報筋などでは、ウクライナ東部での戦況が膠着状態にある理由について、ロシア軍がキーウ周辺から撤退した理由とされた長い補給線は、ロシア領内に近い東部戦線では解決されたはずであるが、前線部隊での軍事物資の不足が一段と深刻化していると指摘した上で、満足に食事も取れないロシア軍兵士の士気は大きく低下しているとしているよ。代替戦術群は、その要求する物資に対しての兵站能力が非常に限られており、2から3回戦で十分な衝撃力を発揮することは可能であっても、現在のような長期持久戦となると、兵站組織への大きな負担から兵站が混乱し、不利に立たされかねないと、以前ロシア軍と合同訓練を行った中国人民解放軍の分析があったんだけど、その分析が正しいものであったと、現在のロシア軍からは言えると思う。また、ウクライナ軍についてはアメリカや NATO 加盟諸国からの兵器供給における主要な中継地であるポーランドから東部が離れているために、供給された兵器の到着に時間を要しているようだと見ているんだ。前進を妨げられて士気の落ちたロシア軍に対する有効な攻撃として、後方の兵站を叩くことが軍事専門家などから指摘されているが、ウクライナ軍には長射程のミサイルなどの装備がなく、現状では難しいな。そのため、ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのバイデン大統領に対して新型の 155mm 榴弾砲と長射程誘導砲弾の供与を要請し、それらがウクライナ国内に配備されつつあるぜ。 155mm 榴弾砲は通常では射程 20km 前後であり、後方の兵站支援部隊などへの攻撃は難しく、また間接照準火器であることから戦車やトラックなどの移動目標への攻撃には向いていないんだけど、アメリカのレイセオン社とスウェーデンの BAE システムズ・ボフォース社が共同開発した長射程誘導弾 M982 エクスカリバーを使用することで 40km 以上の射程と精密射撃によって後方の兵站を攻撃することが可能となるとされているよ。5月の初頭にはイジューム正面において軍団級の指揮所を砲撃し、相当の戦果を上げるなどしており、今後の活躍が期待されているな。さらに、アメリカからはスイッチブレードやフェニックスゴーストなどの対空時間が長く、長距離を飛翔する自爆攻撃型ドローンが供与され、現在ウクライナ兵が訓練を受けているとされていて、これらが前線に配置されるようになれば、ロシア軍後方の攻団組織を壊滅させることが可能になると見られているぜ。このところ、ウクライナ北部の国境に近いロシア軍の施設が攻撃されたとの情報があり、ロシア軍による偽旗作戦ではないかとの見方が広がっているんだけど、もしかするとウクライナ軍においてこれらの供与された長射程兵器が運用可能となり、その試験も兼ねて攻撃を加えているのかもしれないとの見方も出ており、ウクライナ軍が反転攻勢に出る可能性が示唆されているね。その場合、指揮喪失のロシア軍が総崩れとなる可能性はあるよね。その通りだね。また、西側からの各種装備供与に加えてウクライナ軍自身がロシア軍から露獲した各種装備品の戦力化も進展しており、これらを合同して運用していられる大規模な打撃力をロシア軍に対して運用した場合、湿地の回復だけでなく、クリミア半島や東部2州の奪還をも視野に入れることができるのではないかという指摘もあるんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、南極についてだよ。南極か、考えただけで寒くて風邪ひきそうだな。そう、あのね、南極では風邪をひかないんだ。え、なんで？寒くて菌が生きられないからなの？そう思うよね。でも違う理由があるんだ。その理由はね、まず風邪は人の体を媒介に活動しているよね。そうだね。でも、南極には人がいないから風邪をひかないんだ。だから、南極では風邪をひかないと言われているんだ。え、何その引っ掛け問題みたいなの？だって考えたらわかるでしょ。過去最低気温マイナス 89.2 度を記録したことのある南極で人が生活できると思う？か、考えただけで凍えそうだな。だよね。でも、全く風邪をひかないということでもないらしいよ。
南極に出発する前にすでに風の菌が体に潜伏していて、南極に到着した後に発症してしまうこともあるらしいんだ。だから、南極に行く前は、徹底して体調管理をしているらしいんだ。なるほどね。それだけ徹底して体調管理しているなら、そりゃ風邪もひかないはずだよね。みんなも自慢してみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。